誰もが知っているこのダンス、辛い思い、くねくねと、トイレを我慢しなければならない経験、誰だってあります。あなたはきっと集中して仕事に取り掛かっていたのでしょう。仮設トイレを絶対に使いたくなかったのかも。あるいはドライバーがただ休憩をしたくなかっただけかもしれません。考えてもみてください。もしこの状態が7日間続いたら、膀胱はおしっこをどのくらい食べられる？内臓器官にどのような影響があるのでしょう。もし膀胱が破裂したら、これがWhat if もしだったら。今回はもし1週間おしっこを我慢したらを見ていきます。膀胱は生命存続において極めて重要な役割を果たしています。この風船の形をした筋肉、それに腎臓も尿路の一部です。これら臓器が一緒になって血流から毒素や余分な塩分、糖分、タンパク質を取り除き、尿として体外に排出します。もし膀胱をいっぱいにしてトイレが近いという警告を無視し続けると、お漏らしします。Repeat my genes. 恥ずかしい、気まずい。でももし膀胱をなんとかコントロールして1週間おしっこをしなかったらどうなる？あなたは強靭な膀胱を持つスーパーヒーローです。何千キロもノンストップで運転しようと誓います。トイレ休憩を一回も取らずに。初日を終える頃には気分はかなり最悪です。トイレに行くように脳がわめいているだけではありません。膀胱のサイズが大きくなるので他の臓器を圧迫し、お腹は膨張し始めます。そのため下着やズボンはきつくて入りません。腎臓は深刻なダメージを受け、かなり大変な状況です。行き場を失った尿は尿管を通って腎臓へ逆流し、そこに細菌が定着します。こうして尿路感染症を発症し、痛みや高熱の症状が出ます。まともじゃないノンストップドライブは今日で2日目。調子は良くありません。ダメージを受け続けたため、腎臓に傷がつき、骨盤底筋は限界を超えて拡大してしまいました。尿が溜まり、体内の酸が他の臓器へ影響を及ぼしています。パンツを濡らさずに驚異的な国内横断ドライブを完成した暁には、救急救命室へ大至急向かう羽目になるでしょう。おしっこの回数は1日平均6回から10回です。1週間トイレに行かない場合、60回から70回もそれを拒絶したことになります。すべての尿を出し切るのに、数分かかるでしょう。放尿を終えても痛みは収まりません。筋肉を元のサイズへ戻すのには時間がかかります。でも、もし目的地に間に合わなかったら？もし運転中に膀胱が破裂したら？毒素が回り、敗血症になり、死亡する可能性もあります。一度もトイレに寄らずに長いドライブ旅行をする前に、よく考えた方がいいですね。おしっこを長く我慢するのが習慣化するのも体には毒です。風船のように膀胱は空気を入れすぎると空っぽにした時にシワシワになり筋肉が弱まります。膀胱の力が弱まるとおしっこをしても一回で空っぽにはできず頻尿になりやすくなります。文字通り膀胱が破裂するところまで我慢するのは物理的にはほぼ不可能な話です。でも本当に起こった話です。16世紀、デンマークの天文学者ティコ・ブラーエは皇帝の晩餐会の折、尿意を感じたものの非礼に当たると考え我慢しました。やっと家に帰りトイレへ行きましたが排尿はできませんでした。その後、精神錯乱に苦しみ、ついに膀胱破裂で亡くなりました。膀胱という臓器についてトイレに立つ時以外はあまり考えません。でも、複雑な体を支える重要な役割を担うものと理解しましょう。膀胱は頼れる臓器で 500cc の尿をかなり長い時間貯めておいてくれますが、きちんと空っぽにしてあげるように大切に扱いましょう。
ところで、くしゃみを我慢できたらどうなる？それはまた別のホワッタイフで。